前神経麻痺についての解説、治療はできるだけ早く行うことが重要。治りが遅くなるばかりか再発してしまう可能性も。噂のカンナの沖田です。今回は顔面神経麻痺についての解説をしていきます。よく耳にするワードではないでしょうか。顔面神経麻痺というのは顔の表情筋という筋肉が何らかの原因で動かせなくなる病気のことです。目が閉じにくくなったり、片方だけ口が歪んでしまったり、口笛がつけなかったり、水を飲んでも口からこぼれてしまうなど症状は様々あります。顔のトラブルなので人前に出ることが嫌になったり、大きな不安を伴う方も多いと思います。特に女性に多いです。容貌に関わることなので精神的なストレスも非常に大きく、うつに似た症状も出る場合があります。顔面神経はこのような形で存在しています。私たちの筋肉は全て神経から連絡を受けています。簡単に言うと神経は電話線のようなものですね。神経が障害を受けると筋肉は動かなくなってしまいます。この結果、表情を作っている表情筋が動かなくなって、思うように動かせなくなってしまいます。一番多いのがベル麻痺と呼ばれる麻痺です。ウイルスなどによって炎症を起こしたことが大きな原因と考えられています。またヘルペスウイルスや中耳炎の影響などから起こる場合もあります。この顔面神経麻痺、治療はできるだけ早く行うことが重要になってきます。正直遅くなればなるほど治りにくくなってしまいます。通常病院ではウイルス性であればステロイド剤を、ヘルペスウイルスによる場合は抗ウイルス剤を使用します。回復には約1ヶ月前後かかると言われています。ですがこの顔面神経麻痺、2、3ヶ月治らないという場合も多くあります。麻痺状態が長期間続いてしまうと筋肉は弱くなってしまいます。筋肉は長期間動かされないと硬くなって萎縮してしまいます。この結果さらに症状が進行していく場合があります。カンナでは顔面神経麻痺による施術も行っております。カンナに来られる患者さんは病院に受診したけど治らなかったという方がほとんどです。鍼灸治療の効果としては3つあります。まず1つ目は神経の改善です。やはり神経の状態を良くしてあげないといけないんですね。炎症により神経の血流状態がとても悪くなってしまいます。血液は神経にも栄養分を与えています。神経の血流状態を変えることが最も大事になってきます。針の効果として血管拡張作用というものがあります。これは血流改善のことです。血流を良くして神経を改善させていくということです。2つ目は筋肉の回復です。顔面神経麻痺は筋肉が動きにくい状態が続いてしまいます。徐々に筋力が低下してしまってさらに動かしにくくなるという悪循環が生じてしまいます。針は筋力の回復にとても大きな力となります。筋肉の回復は麻痺にとっては欠かせない治療です。3つ目は免疫力の改善です。これは根本的な問題になります。冒頭でも言ったように顔面神経麻痺の大きな原因はウイルスなどによって顔面神経が障害を受けることです。やはり疲れが溜まったりストレスを感じている状態だと免疫力は下がってしまいます。免疫力が低下した状態であれば治りが遅くなるばかりか再発してしまう可能性もあります。鍼灸治療を行えば薬を使わず副作用もなく免疫力を上げることができます。免疫力を上げることで顔面神経麻痺も改善していきます。顔面神経麻痺は容貌に関わる問題ですよね。人前に出るのを避けたくなったりと精神的な不安も大きいと思います。本当に辛い病気です。顔面神経麻痺が治らなくてお困りの方はぜひ問い合わせください。また見ていらっしゃる方の周りでももし悩まれている方がいらっしゃいましたらぜひお声をかけてみてください。悩まれてるそんな方々を笑顔にするのが私たちの役目でもあります。今日は顔面麻痺についての解説でした。これからも様々な健康情報、美容情報、スタッフ先生のセルフケア情報などもしっかりお届けしていきます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。一人での解説動画が少し久しぶりなのでちょっと緊張しております。余談です。それではまた次回の動画で。緊張した